第20代、クロフォード伯爵ジョン・リンジーの肖像。第20代、クロフォード伯爵ジョン・リンジーは、イギリススコットランドの貴族、陸軍軍人、政治家。1702年10月4日、スコットランド貴族第19代、クロフォード伯爵ジョン・リンジーとその妻エミリアの間の、長男として生まれる。1714年1月4日に、第20代、 クロフォード白伯爵以下4つのスコットランド貴族爵位を継承した。グラスゴー大学で学んだ後、フランスの陸軍士官学校へ留学した。1732年から1749年に、かけてはで、スコットランド貴族の貴族代表議員として、貴族院議員に列する。1732年に、王立協会フェローとなる。 1734年から1735年にかけてフリーメイソンのイングランド、首位グランドロッジのグランドマスターを務めた。1735年にはクラウゼンの戦いにハプスブルク帝国側で参加。1739年から1740年にかけては第43ハイランド不評連隊の連隊長を務めグロカの戦いに参戦した。 1740年から1743年にかけては、第2ホースグレナディアガーズ中隊長。1743年から1746年にかけては、第4ホースガーズ中隊長。1747年から1749年にかけては、王立北イギリス流騎兵連隊連隊長を務めた。1743年のデッティンゲンの戦い。 1745年のジャコバイトの反乱鎮圧戦、同年のフォントノワの戦い、1746年のロクールの戦いに参加した。また1744年に巡勝、殉承、1745年に少、少将、1747年に中将に昇進した。1749年12月25日に、ロンドンで死去した。子供はなく、爵位は、 はと行為にあたる分流の第4代ガーノック子者ジョージ・リンジー・クロフォードに継承された。1747年に第2代アソル公爵ジェームズ・マレーの娘ジェーンと結婚したが子供はなかった。ありがとうございます。